ひしあげ古墳の空中写真国土交通省国土、地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成ひしあげ古墳、小鍋古墳、上鍋古墳ひしあげ古墳は、奈良県奈良市咲町にある古墳。形状は、前方後円墳、咲き立て列古墳群を構成する古墳の一つ。実際の被装者は明らかでないが、区内庁により、平常坂上営として、 第16代、仁徳天皇皇后の岩の姫の命の見ささぎに、事情されている。奈良市佐木町は座ヒにある、全長219メートル、公園部計124メートル、公園部高さ16.2メートル、前方部幅145メートル、前方部高さ13.6メートルの、前方公園墳。現在、区内町に、管理されていて、自由に立ち入りできない。両名は、 平城坂上領先立列古墳群に属する。築造時期は五世紀中央後半と思われる。岩の姫の命の墓とされている。一部復元された外包み前方部に20号があり、珍しい。1993年に奈良県立河支原考古学研究所が行った調査では、 公園部東側区ビレ部総統の内定の外乗り方部分で遠藤埴庭列が見つかった。現在、奈良県の風池保全整備事業の公園となって一部は移行復元がなされ複製埴庭が立つ。また、外堀を横断する私土手への存在も確認された。ありがとうございます。